んにちは、星徹子チャンネルです。今日は青山高原休養地キャンプ場に行こうと思います。それでは出発。今日は LINE グループの車中泊を楽しむ会のオフ会です。いつものようにボスがアルコールやジュースや食べ物などを用意してキャンプ場で待っていただいてます。新しい方も来られるようでな、うん、楽しみです、うん、それではお父ちゃん、青山高原キャンプ場まで安全運転でよろしくお願いします。はい、ね、だいぶ高いところに上がってきてんな。ラクセルもそうしながら感じが、ちょっと市街地が下に見えてきてるで。まや、うわ上がってきたな。あれ向こう何、あれ海ちゃんの海やで。あれどこの海や、四日市とかの向こうの海か。いや伊勢とかやろ。そんなことないやろ、普通の海辺やな。それでは青山高原保養休養地寿司、はい、到着いたしました。受付行ってきます。駐車場の道斜め向かいにテント村 D というところがありますので、はい、皆さんもお揃いですので、はい、こちらに車を停めて。わかりました。はい、トイレはこっちですね。トイレはこんな感じです。よし、綺麗に掃除されてます。トイレはこちらが24時間とおっしゃってました。ゴミはこちらですね。瓶、ペットボトル、アルミなど、こちらゴミの集積場になります。燃えるゴミはこちらにこういう感じでして、炊事場はここにあるっていう。だからトイレはさっき見に行った、こゴミもあそこで、あくまで行かない、そう行かなかった。こんにちは、遅くなりました。すみません、配管親方ですか。ちなみに私たちこのメンバー、ああそうですね、ちいちゃんの時にも言っていただきました。ありがとうございます。皆さんお久しぶりでございます。ね、どっかで会ってもらいたいよ ね、 あ、そうなんですか、うん、ありがとうございます。すみません、お願いします。ありがとうございます。お願いします。どう、どれぐらい重さ。重さ、うん、気つけてや、気つけてや。まず置こう。首はそこかな、ここ、ここ、うん、はい、よいしょ。お、パワーのやつ。パワーの、あれ？ついた。ついた？2000円で。2000円ちゃうで。2000円で携帯の充電だけかよ。ソーラーパネル、あ、ソーラーパネルがこれね。4枚もあったらかなりの容量ですね。200ワット。200ワットやったらあれと一緒？80ぐらい。あれ80？100やけど。あ、そうな。ほんだこれあれの倍？これが。17が48出た。なんか反応してる、ね。うん、出てない。あ、いたいた、出た、あ、来た、あ、やっぱり、ほんなら600、まあ、やっぱ1000でも動かないということか。突入がでかいんだ。あ、IH か、 IH の出力っていうか、あれが大きいっていうことですか。そう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 、皆さんご協力ありがとうございました。覚えちゃったら大変だ。いいですか、ちょっと取らせてもらっても。はい、配管親子と、これはね、縦は何本あるんですか。これ、2メーターこっからあっこまで2メートルあるんですか、これ、うん、ほんでまだここの席してまだ前があると。これはハイエースのスーパーロングのハイループ。33万キロ走ってます。やっぱハイエースはすごいな。鳴らし運転が終わりました。え、それは鳴らしなんですか。鳴らしです。あ、そらな、欲しいわな。配管親方のところがフライを上げていただいて、すみません、ありがとうございます。餃子見つけてさ、買ってからあの餃子で喧嘩するんじゃないかと。美味しかったな、まだ行ってないってことですか。もうそんなんもう上、はい、上ほとんどですよ。目指せ日本一周ダメで上行く時間がないな。6月に行った群馬がもうやっとこさです。下はどこですか。下はもう全部行きました、うん、鹿児島で。あ、でも佐賀と沖縄行けてる。沖縄もまず車中泊持っていくのが大変でしょ。長崎も一応島原は行ってるな。車中泊はしてないけどね、あの長崎城のRVパーク行きたいな。でもね、上はね、栃木、福島、まず新潟はちょこっと入りだけ。
でこの11月に福島は一応行こうかな。だからもう福島に知り合いがいてるから、福島そのホラーにあって観光するためにそれだけに行くから、まあ、あとブワーって行ってブワーって帰ってくる。ブワブワで終わり。あ、そう。だって向こうで2泊3日取ろうと思ったら行くのに1日、帰ってくるのに1日。おいしい。いいな。うん。この肉もおいしかった。うん、すいません、熱々私らばっかり食べて。いいえ、とんでもないです、食べてくれ。すいません。配管親方は飲まないんですか、アルコールは。飲めそうや、うちのお父ちゃんと一緒ですよ。でしょ、俺相当飲むだろうなと思ったら焼酎どんだけ開けてるかみたいな。そう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 。で、水のちんどこ行くとちょこっと飲むんですよ、2杯ぐらいでもう1杯。あ、これでもね、2杯も無理だと思うけど。だからラーメンの天下一品ってあるじゃないですか、天一って、あの丼に変えたでしょ、明日も来てないって、うん、もう明日も食いたいっていう人もいれば、うん、もうこんなん絶対食わないっていう人とどっちかに分かれますもんね、うん、あれ行ったことないですか、天海ピン。うん、あ、もう、まあ、なんかバスやん。いや、愛知県ね、一宮の浅井っていうところと、うん、41号線の小牧インターの北の、うんうん、今2店舗だけ、うん、19号線の勝ち側から南に行ったところにもう1店舗、うん、3店舗あります。終わりは名前は見たことあるんですけど、あ、京都やからね。あ、そうなんだ、うん、京都って言ったらあれじゃないですか、横綱も京都じゃないですか。あ、そうなんですか。あれ、枚方やないかな。枚方ってどこですか。大阪と京都の間、まあまあまあ京都ぐらいですね。京都、京都はだから第一朝日も京都。そうやな、第一朝日も横綱ね、奈良にないんです。あ、そうなの、うん、あるけど、まあ、ね、あった、カシャラに1軒あるな、あるの横に。何言ってんのそれ、じゃあ、まあマルゲンやん。あ、そうやったね。マルゲンラーメンやん。そうやった。びっくりした。俺なんか横綱ラーメン何回か食べたんだ。なるほど。これかなり癖あるんかと思ったらそうでもないですね。あ、そうですか。うん、飲んだことないですね。なんかね、クラフトビールやし癖あるかなと思ったけど、飲みやすい。ビールってだけどちょっとやっぱり癖あるやつ多いじゃないですか。あ、それラガーじゃん。一番搾りか飲み屋とか行くと、うん、ラガーか、あ、そうそうそう、あの俺がドライね、どっちかじゃないですか、うんうん、それ俺もらってきたやつか、美味しい、そうやな、うん、美味しいし、これ高い、高いね、これ値段高い、あ、うん、値段高い、あ、ヘルメス、ヘルメス、うん、これ高いね、これ、これね、ごめんなさい、私瓶でしか見たことないんだけど、高いね、うち大阪ずっと行ってる時に、うん、あの天理の方から行くんですよ、はいはい、あの名阪国道から、うん、で途中高速入るやないですか、はい、そこのサービスエリアで売ってて、天理のさ、あのパーキングや、天理のパーキングじゃないし、もうちょっと大阪行ったところに、柏か、柏や、柏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 、そこに売ってて、な、見たことないから、なんじゃこれと思って、これ大阪で有名なんですよ。普通のこんな瓶で800円とか、とことこしますね、うん、だからちょっと手は出ないなって、うん、でもこんなちっちゃいの見たことない、ね、うん、そうなんだ、うん、だいたいこう瓶か、この間は私一升瓶初めて見た、これの、うん、ヘルメスの、あそこで見たんですよ、道の駅三崎、あ、三崎、あの和歌山の、和歌山のちょっと手前の、大阪の一番最初、アップしとったとか、はいはいはい、あそこで見たよ、うご存知で、全部見てます、ぜひいただきまして、ありがとうございます、我が家のね、ルーティンになってる、 ありがとうございます、チャリンチャリンです、チャリンチャリン、すみません、できれば見なくてもあの流しといてくださいね、長時間が伸びるように流しといてください、OK、 で、インプレッションとかその辺が上がるんですよ、上がるとまた YouTube のおすすめがこうバーっと行くんです、そういうのを見てくれた人がありがとうございます、見てます、読んでます、ありがとうございます、これが今日のメインでございます、マーク2クレストチェンサー黒毛和牛の A5 ランクね、すごい、まず焼いて食べてもらって、普通にすき煮にするときはこっちのただの黒毛和牛で、おお、ちょっとここでご相談なんですが、お砂糖持ってる人います、ね、グラニュー糖、グラニュー糖、グラニュー糖やった、グラニュー糖でいいです、すき焼き持ってる、あ、たタレはあるんですよ、タレはすき焼き砂糖が欲しい、なるほど、なるほど、そしたらグラニュー糖、グラニュー糖ちょっと探してきます、あ、なんか言ってますね、あ、これ、うん、ブラックニッカね、うん、なんでこれブラックニッカっていうの、あ、そうですね、さすがですね、赤木のこれどこのんですか、赤木のめぐみ、裏見せてよ、裏どこのんですかって聞いた、赤木のめぐみって答えたらあかんの、それは名前や、名前、赤
赤城やから前橋がでも群馬や群馬だな。国定中国定イニシャル D のイニシャル D イニシャル D はご存知ですか。イチコさん、ああイチコさん、イチコさんのええやつですねこれは。はよ、これにわあわあちょっとまま迷わしてよ。赤城の恵みにしますわ。赤城サウンズ、レッドサウンズ。よかったねお父ちゃん、知ってる人がいっぱいおってイニシャル D の。一応これぐらい入れてます。ありがとうございます。お父さんいただきました。そのおじいさんがやった、ね、これが白餅黒餅、うん、中身がこういう感じですね、うん、こういう感じ。どうぞ食べてね。食べてください。お父ちゃんはこっちの赤服あったらもういいんで。お父ちゃん赤服食べる？赤服食べるよ。今日も赤服のあの社員さんが言ってたもんな、うん、白餅黒餅は置いてるところと置いてないところがあるんです、うん、言って、うん、これは普通の赤服。白餅は黒餅じゃないの？じゃない、ちょっと赤い、違う、色違うよ。じゃあ両方私食べないの。これが赤服ね。こう並べると少しこっちが黒みがかってる、こっちがちょっと紫って。もうこれバーナーでいった？いや着火剤。ああ着火剤。でもあのお父ちゃんあのあれではやってへんやろ？あれあんなんでやったらもう火くれてます。火くれてるよ。ファイヤースターター？それは無理だ。いや何回やってんな。何回やった？お父ちゃんずっと焚き火したい焚き火したい言ってて、だから率先して持ってきたん道具を。出した途端に飛びついてきたよお父ちゃん。赤服持ってくるもんやと思った。焚き火セット持ってきた。そこにハイステバっていうのもあった、うん、ハイステバ、ね、それストレス発散になりますよ。出だけ切っていく、はい、硬いっすよ。硬いね、硬いねこの木。ずっとストレスが溜まってね、巻き割りで割れへんからでこのくさびを買ったんですよ。もう巻き割りオンリーで。でも年に1回か2回しか使えへんから。でもね、お父ちゃん真夏でも焚き火するから暑いね。真夏の焚き火はほら虫が寄るからそっち。冬はいいねんけど、私片付けいらんし、もう酔っ払うから。もうお父ちゃん片付けするから、もうほんだらもうお父ちゃんに任せるわ。でまた朝からするからね、うん、朝したらチェックアウトの時間に間に合えへんが、もうええやん。いや朝からやらない。買った薪は全部使わない。別に使わんでもええやん、持って帰ったら。いつもこのやり取りやな。私はこの間その谷瀬の吊り橋の真下な、4時半頃に谷瀬の吊り橋通りはんねん。あれ迷惑やわ。真下やからうるさいの、もうミシ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 言うし。あったかいんかな。全然嫌がらないね、ほんまに嫌がらなかったな。背中普通火怖がんの、ね、もう寒いから背中向けて。これ今モリモンコーヒーさんです。あまたよかったら、あ、ありがとうございます。あの豆なんでガリガリして飲んでください。ありがとうございます。中開けてもだからあのこういうそのうんちくがモリモンさんのカード。なるほど、このここで匂いする。ここのでしょ、すごいいいでしょ。いい匂いするんです。どうぞよければ飲んでください。うちでカリカリしてね。明日の朝、あ、明日の朝、うん、ありがとうございます。海野さん、よう、これ歌ってはんなよ、うん、なんで知らん。さよならの歌だ、あった。いや、2時間半でした。10時からやった。10時からやった。1時間半やな、うん、そうな、今日は遅めやった、うん、バイバイ、森本さん、バイバイ、うん、美味しかった、あの焼酎、うん、あ、そんな美味しかった、うん、美味しかった、飲ましてもらった、飲ましてもらった。今日はハイボールはやめた。今日はちょっともう、あかん、ごめんなさい、寝させていただきます、うん、それではおやすみなさい、はい、おはようございます。今日も一日元気に参りましょう。青山高原保養地キャンプ場の朝はこんな感じです。こちら青山高原、今日は霧が発生しております。
今日は LINE グループ車中泊を楽しむ会で貸し切りのキャンプをしております。一部分を貸し切っていただいてますので、昨日はゆっくり皆さんで焚き火を囲みながら楽しくおしゃべりさせていただきました。さすがに青山高原寒いですね。こちらキャンプ場の紹介です。プールもあんねんな、ということはテント村 D におるのか。ああ、そう貸し切れたな。ここをな、極角やけど、もっと入るよな。入る。あの綺麗に整地されてるところじゃなくて、自然のところやから、アップダウンがこうあるからな。あと鹿の鳴き声もすごかったな。まあ、プールあるやろ。テニスコート。お父ちゃんはまだ髪の毛ボサボサで顔が汚いというので映すのやめときます。でもところどころ映り込んでくるかもしれんけど、昨日ね若い子らがなんか10人ぐらいのグループ行ってたよね。バンガロー村でバーベキューハウス、ここやここのバーベキューハウスにてやって、使用の施設の利用は3時間単位やって、ここは有料って書いてるわ。ここでなんかバーベキューしてやったんかな。でもお父ちゃん見て見て、すっごいやっぱりちょっとかなり何本言うてはったかな、600メートルって言ったかな、この辺標高が。高原がまあ涼しいけど、昨日か遠くに海まで見えたよね。こちらちょっと有料ですが使えるバーベキューハウス。昨日あんた夜中起きて星見ててんやろ。彗星見た。彗星。なんでそれが彗星ってわかんの。教えてもらう。あ、そりゃそうやろな。お父ちゃん星見てもわからんもんな。さっき飛行機のライトで明かりとか、横飛行機通ってるけど、そんな明るいの。オリオン座の左下。オリオン座が分かってんの。つつみの、日本の。あ、はいはいはい、つつみの形の公園あるやんか、児童公園って。プールあって、こんな公園あって、で、涼しくて、テント B とかテント村とか、こっちにも広い、ね、フリーサイトやからその辺いいね、この区画の中に入れろっていう感じじゃないから。こちらのキャンプ場は本当に炊事場が充実してます。こっちにも炊事場、あっちにも炊事場みたいな。で、トイレはまあ綺麗なんやけど、そう思うとこの規模から思うと数少ないかなっていう感じですね。少し携帯の、皆さんどうしたらいいでしょうか。私はこのまま進むべきなのか、後ろへ下がるべきなのか。鹿さんがこっちを見ています。昨日から鹿の声がしていたので、この周りには鹿さんが多数いるかもしれませんね。やっぱり目の前に鹿を見るとバンビとは言えないな。ちょっとやっぱりビビる。朝のお散歩気持ちいいな。歩いてきたから寒かってんけど、めっちゃ暑なってきた。じゃあ今からちょっとガリガリしますよ。コーヒーガリガリ。コーヒーガリガリ。おせ使ってる。おせ使ってるから。やばいな。美味しいコーヒーを作ってください。森本さんの、あれに傷つけることなのか、俺のせいで。今日森本コーヒーオータムブレンド。今からお父ちゃんミルすんの。そうそうそう。いただきます。もう朝すっごい霧やった。ねえ。私ガリガリしようか。ボスに頼んで、ちょっとボスにも見る聞いてるので、ボスは何人ぐらいいけんのやろう。ボスはコーヒー何人いけます。何人前、何人前とかって話。うちの今これで2人前のコーヒー豆なんですよ。オータムブレンド、どうぞ。いただきます。これタバスコ。お、タバスコ、タバスコもらおう。ちょっとかけます。コーヒーいけました。お父ちゃんも見よう見まねでやるよ。お父ちゃんいいのか。もうやっちゃうで。ボスに一瞬でミル引けるらしいから、そっちで頼む。次のミルは。そういえばサロンパスのビールはやらんかったですけど、ちょっと気になった。ああ、サロンパスのビールですか。一口だけ。コーラじゃなくて。サロンパス朝飲めるの。コーラやったらね。一口だけ。もうやってみますか。あ、これ。音してる。見るの。あの、一応これ2杯分。2杯分。うん。
このコカ・コーラがあのサロンパスの味がする。後味がサロンパスやね。後味がねサロンパス。お父ちゃん飲んだこれ、うん、あまだ飲んでないの。コーラ、うん、きっと飲めんねやろな俺は。サロンパスの匂いお前するでこれ。飲んだ後から来ます。どうお父ちゃんもいける。ラッキーな時はで私らはこれね、いけるな。お父ちゃんいける、うん、いける。美味しいな、美味しいと言った。あのゼブあそうか、オフオフのやつ飲むより、あこれマイルドコーヒー、うん、あのなんちゅうと酸味なしで飲みやすい。土手にいただきます。いいな、うん、おいしい。いやー、昨日これでビール飲みたかった。そうでしょう。今日も贅沢ですね、いろいろ食べて。食い物だけは不足したことがない、うん、うちの深いは大概余るって感じで。カセットトイレ積んでるんでしたっけ。今日まで置いてきました。なんか一度も使わないけど結構場所取るじゃないですか。邪魔でしょうがない。僕の予定だと東京大震災が起きるじゃないですか、うん、予定だと。このキャンピングカーで妙齢な女性を助けてですね、なるほど、おトイレを貸してあげるわけですよ。でそれがきっかけで、あ頼れるのはこの人だなと思わせて再婚するっていう、そういう作戦を考えて。あれ取っといていい、取ってますけどそれ採用してもいいですか。大丈夫ですか。そういう作戦を狙ってるんですけど、どうでしょう。はい、遅くなりました。どうぞ。はい、どうぞ。どうもありがとうございました。コーヒー美味しいです。アラビアの豆系かな。ブラジルみたいに酸っぱくないし、うんうん、ブルマンみたいに尖っ、なんかの変な酸っぱさもないから。一応ね、産地はブラジル、エチオピア、コロンビアでした。入り方だと思うんですけど、とても美味しいです。深入りなのかなこれ。はい、とても美味しかったです。ありがとうございました。アップ、モリモンコーヒー、はい、昨日のすき焼きにうどんが入って、昨日の晩はお腹いっぱいですき焼き食べられへんかった。英語ランクの肉ですね。今からコーヒービート作ります。なんか味付けするの、蜂蜜とか砂糖振って、で最後に蜂蜜絡める。それで一生懸命お父ちゃん振って、はいはい、これガリ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 する前ですか。そうそう。蜂蜜南米です、ね、砂糖が、ね、熱で溶け出すの。クワトロフォロマッチ食べます。ピザに蜂蜜とか。あ、まあまあでもねえねえ。お父ちゃんどう、今撮影入ってたら、あこんなおやつ作ってくれる人がご主人だったらいいな。そういうコメント。よければもっと作るんで、豆あるんで。こういうこともできるいうことやな。ちょっと、うん、苦味がちょっと調整できるんで、うん、ありがとうございました。皆さんさよなら。ありがとうございます。青山高原保養休養地キャンプ場さん、ありがとうございました。場所が場所やからかな、キャンプ場の中でも気持ちいいキャンプ場やね。あグループだけであの区画に入れたっていうのもすごくいいやんか。他のお客さんに割と気使わんでもええし、なんか敷地ずっと走ってたら別荘地の中に入ったりな。今日今回鹿見たり、なかなかゆっくりのんびり楽しく一日を過ごさせていただきました、うん、それではお父ちゃん自宅に着くまで安全運転でよろしくお願いします。はい、目の底月ヶ瀬温泉におよそ200メートルしました。いつもやったらさ、サルビの行くんやけどな、青山高原の帰りとかで温泉行こうと思ったら、一度もあったし月ヶ瀬温泉来たことないからさ、今日は今回は月ヶ瀬温泉に入ります。梅有名、月ヶ瀬温泉さんお世話になります。月ヶ瀬温泉さんありがとうございました。あれ、まあ、中身もまたご注文お願いします。ありがとうございます。久佐さんにいただきました。冷たいビールありがとうございます。美味しい、良かったです。